ここが206号室で、その隣にあるのが205号室になります。205号室も206号室と同様に1,2,3,4,5,6 とベッドがあって、基本的に置いてあるものシステムっていうのは変わらないんで、まあ206を参考にしてください。同じように冷蔵庫が置いてあって、入院のご案内っていうのが置いてありますので、ぜひご覧になってくださいと。